イオントップバリューでダイエットにおすすめの食材を5つ選んできました。早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目です。こちらオーガニックレモン果汁です。こちらになります。でこちらのおすすめはですね、オーガニックレモン果汁ということで、その有機レモン 100% を使ったストレート果汁なんです。もう安心ですよね。でしかもここにですね、ジャスマーク、まあ、有機ジャスマークということで、きちんと認定された商品ですから、もう安心してダイエット中にぜひレモン果汁使っていただきたいと思います。でなぜこのレモン果汁がダイエットにおすすめかという理由なんですけれども、あのレモン果汁をですね使いますと脂肪燃焼効果があるんです。あとこうお腹の動きがですね、腸の動きが良くなりますから、腸内環境も整うんですね。で私は普段このレモン果汁どのように使っているかと言いますと、あの別動画でもお伝えしておりますが、あの飲むだけで痩せるアイドル水ということでですね、そのアイドル水を作る時の材料にもレモン果汁を使いますし、またこちらも別動画でレモン茶湯と言いまして、そのお茶湯にこのレモン果汁を入れて朝一番で飲むというそのダイエット法もあるんですね。その時にも使います。でまた常温の天然水にもちょっとこうすっきりしたいなっていう、こう気分の時にパパッとこのレモン果汁ちょい足ししてスカートですね飲んで、また仕事行くぞってこうね気合いの時にも飲んだりするんですよね。すごくこれはおすすめなんです。しかもたっぷり入ってますし、瓶もですね、瓶詰めですから、もう安心、衛生的にも安心ですよね。ぜひこちらのレモン果汁を日頃の飲み物にちょい足ししていただいて、こう脂肪を燃やすくしてくださいね。では2つ目いきます。こちら純粋蜂蜜なんです。こちらトップバリュー純粋蜂蜜ということで、こちら純粋蜂蜜というくらいですから、やっぱ 100% 蜂蜜で、蜂蜜も注意なんですけれども、中にはやっぱり添加物がですねいっぱい入っている蜂蜜があります。まあ、お砂糖であったり人工甘味料であったり香料とか、もうなんかかんか入っているのがあるんですけれども、こちらはもう原材料蜂蜜だけです。でこちらはですね、ここに全国蜂蜜公正取引協議会員の証ということですね、マークがついてるんですね。こちらも安心ですよね。出所が分かりますから安心だなと思ってこちらも購入しております。で蜂蜜もですねダイエット向きなんです。もちろん取りすぎてしまうとね、やはりあの糖質取りすぎですから NG なんですけれども、やはり白砂糖糖に比べますと、もう絶対に蜂蜜の方がおすすめです。でなぜいいかと言いますと、もうとにかく栄養価が高いんですね。やはりダイエット中栄養バランス大事なんですよ。栄養不足になってダイエットしてもあの失敗します。栄養がきちんと取れた上でのダイエットが結局痩せることができますから、おすすめなんです。でまたこの蜂蜜はですね、私どんな時に使うかと言いますと、まあ、こちらも先ほどお伝えしましたアイドル水の、あのレシピに蜂蜜私使うんですよね。ですとか、あのお料理にも使いますね。私あの白砂糖使いませんので、もう買っておりません。もう以前はね、あのこの腸活で余りは買ってたんですけども、今白砂糖はあの口にしないです。甘みが欲しい時はこの蜂蜜でお料理もしております。もうこちら蜂蜜ダイエットおすすめです。では次3つ目いきましょう。オーガニック成分無調整豆乳です。こちらです。トップバリュー無味合いオーガニック成分無調整豆乳で、こちらが良いのは有機大豆 100% 使ってくれてるんです。でプラスここも有機ジャスマークがついてますし、まあ、遺伝子組み換えのね、まあ、ガイドラインもちゃんとチェックしてますよということで安心ですよね。で私はあの豆乳大好きなんです。牛乳飲まないんですよね。やっぱ豆乳ばっかりなんですけれども、やはり豆乳というのはもうなんて言えばコレステロールゼロですし、またこちらにですね
イソフラボンであったりオリゴ糖が入っています。イソフラボンはやはり女性にとっても大事なあの栄養ですし、またこのオリゴ糖があなたの腸内環境を整えてくれるものなんですね。ですからその痩せ菌と呼ばれる善玉菌をちゃんと整えてくれるオリゴ糖も含まれている。でしかも、まあ、タンパク質も取れますから肝臓も元気になって痩せ体質になることができるということ。で私はこちら普段あのお昼ご飯昼食の代わりにあの忙しい時はですねパッと取ることもありますし、ちょっとお腹が空いたなっていう時はおやつの代わりに飲むこともありますし、あとこちらも別動画で痩せる豆乳ヨーグルトということで豆乳ヨーグルトを作る時にも使うことがあります。でまた私のお気に入り、まあ、他にも豆乳いっぱいあるんですけれども、そういったものがこう売り切れたりっていう時は、ああそうだイオンさんの有機豆乳があったということで買いに行くこともあるんです。ぜひこちらもおやつ代わりに召し上がってくださいね。ダイエット向きです。では次行きましょう。4つ目です。水煮の3種のミックスナッツです。こちらです。もうこれが良いのはもうとにかく一切加工されていないナッツそのものもうそのままをこう食べれることなんですね。でアーモンドとカシューナッツとクルミが入っています。でこのですね、私もナッツ大好きなんですけども、何がダイエットに向くかと言いますと、あのやはりよく噛んでいただくことでですね腹持ちがいい食材なんですよね。よくよくナッツは噛んでいただくとそれだけこう満足感がアップしますし、満腹中枢も刺激されてあのおやつにはもってこいのものなんです。でもう砂糖や食塩や香料もいろいろ全く入っておりませんから、もうぜひこのナッツ召し上がっていただきたいなと思います。特におやつ代わりですね。そしてこのナッツがいいのはもうとにかくビタミン、ミネラル、食物繊維がもうとにかく豊富ですから、もう重ね重ねお伝えしますけれども、腸内環境が整います。あなたは痩せ体質になることができます。では最後いよいよ5つ目です。オーガニックのドライフルーツシリーズなんです。もうこれすっごくおすすめです。こちらもぜひおやつ代わりに召し上がってくださいね。あの小麦製品でできているお菓子系、あとはまあポテチなどのその酸化した油でできたようなお菓子を食べ続けますとダイエットはできません。その代わりに満足できるおすすめがこちら、トップバリューのオーガニックドライフルーツシリーズで、こちらは、アプリコートです。でまだあるんですよ。こちらはプルーン種抜き、こちらがオーガニックのレーズン、そして最後こちらがイチジクなんです。でもさく全部大好きなんですけれども、どれもこちら表の表紙見えますか、これ一袋あたりですね、とにかくあのタンパク質が豊富なんですよ。どれもタンパク質がね入ってるんですよね、全部全部。そして嬉しいのが脂質がですね、もうほとんど、まあ、ゼロに近いんですね。アプリコットが1袋でたったの 0.3g、 イチジクが 5.、 タンパク脂質、脂質、これ脂質がイチジクだけちょっと多くて、まあ、3、それでも 3.9g、 そしてプルーンが 0.3g、 レーズンが 0.5g ということで、イチジクを除けばもう脂質はほとんどゼロに近い状態です。ただしここでちょっと注意なんですけれども、こちら全てフルーツですよね。でしかもドライになってます。なのでドライになったことで結構こう量を食べれてしまうんですよね。そうしますとあのドライになったことでその生の時と比べても5分の1の量に減ってますから、考えてみてください。今召し上がった例えば量の5倍の糖質を取ってしまうことになりますから気をつけましょうね。いくらフルーツでもやっぱり糖分がね、やっぱり果糖という糖分入ってますから、糖分を取りすぎてしまうとイコールダイエットに NG ということですから、適量を召し上がってみてくださいということです。さあいかがだったでしょうか。私このように今美腸活専門家ですから、このチャンネルではこのような様々な腸活法であったり、またダイエット法であったり健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が綺麗に健康的に痩せるを応援しております。
ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。